と上田、ついに旅立つ。亡命するなよ。帰ってきてね。鵜飼と上田、ドミニカで行われるウィンターリーグに参加するために、中部国際空港から、鵜飼選手と上田選手が出発した。大いに成長して来季に活躍してくれることを期待する。赤味噌さん、すべての情報を追いたい。めっちゃ興奮してる、多分いいことだな。特に鵜飼くんは自身の確固たる打撃スタイルを掴んでから、日本に帰ってくることを期待。楽しみでしかない。そして日本に戻ると直されて元通り。テンポ丸ついて帰ってきそう。パワプロの能力が上がるイベントやんか。向こうでは、ジョーダンがコーチで、バルデスが現役なの本当に草。これはワクワクするな。鵜飼は本当に頑張って、鵜飼が4番だ。って誰もが思えるようなバッターに成長してほしい。二人とも成長してこいよ。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。